こんにちは、レイセンです。今日は10月4日木曜日になります。絶食172日目ですね。時間は今午前10時28分ぐらい、まあ10時半ってとこですね。天気は曇りで、睡眠時間が、ちょっと待ってね、睡眠時間が今のところ4時間半っていうところです。で、尿回数はすでに5回出てます。今日も昨日と引き続きトーヤミックスとトーカミックスに加えて味をつけた水ですね。天然水、味付けされた天然水っていうかな、味付けされた、まあ、自分で味付けるんだけどめんつゆと、あとまあ砂糖、蜂蜜とかメープルシロップがあるもんで、その辺をもうちょっと入れてみよう、やってみようかなっていうふうに思っています。なとこですね。うん。で、瞑想の作り込みをやっていく。そしたら、絶食172日目ですね、始めていきます。10日ミックス作っていきます。ただもうちょこっとしかないんで、豆乳の方が、無調整豆乳が、まあ、これ全部使っちゃって、あと買い出し、まあ、行ってこようかなってところです。200ってとこですね。200なんで、ま、オレンジを300、ファミリーマートのオレンジを300入れて、ちょっとゆっくりする。なんかね、やっぱり ゲームしながらっていうのは割と煮詰まっちゃう、精神的に煮詰まっちゃうっていうのかな、煮詰まる感じがあるっていうのかな。でもゲームがないとなんかね、ちょっと楽しみたいっていう時に楽しむことがないっていうのかな。それもつまらないっていうか、もともとそういうのがあったもんでゲーム始めたんだけど、なんかね、瞑想ばっかしとれんもんで、で、やっぱり瞑想してると疲れちゃうもんで、なんか気分転換になる面白いもの、なんか楽しめるものが欲しいなと思ってたら、ゲーム、いいゲーム見つけて、今度はでもゲームがね、育成とか、まあ、楽しいんだけど、割とね、割と手間暇かけなきゃいけなかったりするもんで、疲れちゃうんだよね。疲れちゃって、なんか煮詰まった感じに なりやすいっていうのかな。これが今度逆に瞑想とか、この絶食の内容、絶食のやるべきことに支障をきたしてくる可能性があるかなって今ちょっと思い始めてる。でもまあ必要といえば必要だしな、今現状としてはね。まあ、うまくやっていくしかないかなっていうね。なんか、なんとも言えない感じだね、今。もっと瞑想をきちんとやるべきだとは思ってるね。そこが一番重要だもんね。そこはきちんとできた上で、まあ、ゲームを楽しむならいいけどな。なんかゲームのせいで、そっちに支障をきたすようじゃまずいしなっていう。そんな感じですね。そしたらこれ飲んでいきます。味付けた、そばつゆで味付けた水作っていきます。ですね。今、風呂入って、
風呂で今日ヘッドスパ頭皮クレンジングをやった。今後ちょっとね試しに実験というか試しに毎朝頭皮クレンジング、油を使った頭皮クレンジングですね。オリーブオイルと菜種オイル、米油、まあその辺使って頭皮クレンジングを毎朝、朝風呂入った時にやる、やってみるってとこですね。それをまあ試そうかな。ちょっとしばらくやってみる。今日はオリーブオイルで頭皮クレンジングをやった。でそれが終わってから体に油塗ったんだけど、今日はあの椿油ですね。椿が一番いい。椿オイルが一番いい。で代用品として使うなら菜種オイルかなってとこですね。代用品として使うのは菜種オイル。 20g、 そばつゆストレート 20g 入れたところですね。 20g ですね。こんな感じで、味の方が 20g、 多分これでいいと思う。まあ正直薄いかな薄いけど、薄いかな、まだちょっと薄いかな。30かな、 30g。 やっぱり濃縮4倍とか5倍とかもがあったもんで、そういうのの方がいいかもしれないかな。ストレートで 20ml だとちょっと薄いな。30だな。ストレートだったら30だな。これちょっと薄い。薄いな、まあ、とりあえずこれ飲んでいきます。トーヤミックス作っていきます。今買い出し行ってきたところです。で無調整豆乳とあと野菜生活100がちょっと安くなってたんで、それ3本と、あとはファミリーマートの果物ジュースですね。なんか微妙に残ってんな。どうしようかな。なんでこれこんな中途半端なんだろう。あれか、そっか。まあ中途半端、どうしようかな。入れちゃう。400だね。で、ファミリーマートでミックスとアップル。ミックスが5本かな?で、アップル1本かな。オレンジはまだ残ってたもんで、買わなかった。ミックス5本だったっけな?5本か。で、無調整豆乳を100。今日は曇り、時々雨って感じですね。なんかパラついてたですね。ちょっと静かでいい感じです。したら飲んでいきます。これメープルシロップで味付けた水を飲んでいきます。で水500ですね。水500。
とメープルシロップですね。モンファボリのメープルシロップを、これはどうしようかな。内容量 330g ってあるんで、まあグラム換算で、あれ、なんかエラーが出ますね。ちょっと待って、ね、上に置いてたもんであかんかったっちゅうやつですね。グラム換算でどのぐらい入れるかだな。あ、今6か、10、とりあえず10でやってみようかな。今9ですね。 9.5、 10、 これで10ですね。そしたらちょっと一回飲んでみる。うん、薄いけど一応メープルの味が少しする。かなり薄いけど、うん、うん、もうちょっと濃くてもいいかもしれんけど、まあこれはこれでありかなってとこですね。 10g、 うん、まあとりあえず 10g で、そしたらこれ飲んでいきます。糖化ミックス作っていきます。ファミリーマートのオレンジジュースですね。今編集作業の途中ですね。ちょっと休憩入る。で、公共性ミリオンアーサーっていう MMORPG がリリースされた。昨日アトリエオンラインが出てリリースされて、今日は公共性ミリオンアーサーですね。ちょっとやったけど、どっちも面白い。アトリエオンラインもフルボイスのストーリーだったし、戦闘もなんかソシャゲ風っていうか今風で、なんかいい感じっていうかな、個人的にはすごくいいと思った、で、ミリオンアーサーの方もストーリーがねフルボイスなんだよね。ずっとかどうか分かんない。あれはなんか、今だけなのかな、チュートリアルだけか、あるいはまあ最初の方だけのものかもしれないけど、フルボイスは。でもね、すごく出来がいい、ちょっとやってみたけど面白かった、まだチュートリアル終わったところかな、今終わったところだけどね、面白そう、で、アクション性が高いもんで、プレイヤースキルが要求されるゲームですね、ミリオンアーサーの方は。で、アトリエオンラインはプレイヤースキルではなくて、まあ、あれはおそらくまったりと楽しむ方かな。そういう MMO ですね、アトリエオンライン。時間の流れがあって、いいね、あれ、いい。雨とか降ったりするし、朝、昼、夜あって、雰囲気がいい。いいね。ミリオンアーサーの方はもうがっつり MMO っぽいっていうかな、プレイヤースキルで戦うっていう感じ。そしたらこれ飲んでいきます。糖化ミックス作っていきます。休憩2回目の休憩。1時間やったけど編集作業、
なんか煮詰まってきちゃって、編集作業してるだけなんだけどね。無調整投入。250ですね。今日ミリオンアーサーリリースしてもっと早めに起きてがっつりやりたかったと思った。まあいいけど、あと18日にベンデッタが出るんでね、それそこベンデッタが出てからどうするかで、ね、全部は入れられないんで、今容量ギリギリなんで、どれか削らなきゃいけない。どの道減らさなきゃいけない。そしたらこれ取っていきます。トーカミックス作っていきます。ファミリーマートのアップル250。今っていうか、ちょっと前の時に例の嫌な感覚、二度と味わいたくないって言ってた例の感覚がね、ちょっと出た。あれ全然ないわ。200だこれ。何が原因かなって考えると、もう思いつくのは水、味をつけた水、メープルとめんつゆの、あれぐらいしか、っていうか、まあほぼほぼあれで間違いないと思う。まずいね、水もう飲めんくなっちゃった。塩断食っていうか、まあ水に味付けして、でまあなんていうのかな、この豆乳とか果物ジュースとか野菜ジュースの量を減らしていく予定だったんだけど、なんかどうも方向性が違うみたいだね。なんかそっちじゃないっていう感じがした。わかんないけどな、なんかでも塩断食って考えた時に心が、魂がちょっと反応したんだよな。ってことはそっちでいいのかなと思ったんだけどな。分からん、どうしたらいいか分からん。とりあえずちょっと危ない、なんか水はまず危ないね、まずいね、なんか今の私にはまずいっていうのかな、もうそういう体になっちゃったのか分かんないけど、前は、ね、塩断食もやってたし、水だけの断食も結構やってたし、なんだけどな、なんかもうっていうか、まあ、魂がそっちじゃないって言ってるのかな、わかんないんだけどね。であとまあゲームもちょっと最近やりすぎで煮詰まっちゃうっていうのかな、煮詰まりやすいっていうのかな、ちょっとねしんどくなってきたもんで、ゲームはちょっとこう減らすっていうか、ベンデッタが18日に出るんだよな。あれががっつりやっちゃうようになるかちょっと怖いなと思うんだけど、ちょっとゲームは根本的にちょっと減らそうかな。で瞑想の時間を増やす、ちょっと増やす、増やす。今もちょっと瞑想やってて、でようやく持ち直したっていうのかな、ちょっとやばかったんで、瞑想を続けてたらようやく持ち直したけど、まずいな、ゲームはあんまりちょっとやるとまずいな。あと水もちょっとまずそうだな。ちょっとせっかく買ったんだけどな、めんつゆとか砂糖とか、メープルシロップとか買ったんだけどな、もったいないから
もうちょっとだけ水の量が問題って可能性もあるんで、あれ500に薄めて入れてるもんで、あれをもっとあの150のビーカーの方でやってみるとかぐらいだね。それでもダメだったらもうやめるしかないかな。うん、だから方向性ちょっとわかんないね。方向性としては、まあ、この東亜ミックスと東亜ミックスを、まあ、単純にもう量を減らしていくだけにするっていうのが、まあ、一番良さそうですね。あの水に薄めたものを飲むっていうのはどうも体には悪そうだ。うん、まあ、手先もすごい冷えるしね。でも体には悪そうだね。まあ、水自体や、取りすぎるとまずい、良くないっていうか、まあ、死に至るっていうのもあるぐらいなんで、まず、まあ、まあ、毒っていうか、なんか、うん、体に結構ね、良くない部分もあるっていう話が確かにあるんだわ、水。体に必須っていう話がある反面、体に悪いっていう話もあるぐらいだから、まあ、だから、でもな、前は全然良かったんだけどね。ダメになっちゃった。とりあえずしょうがない。まあ、とりあえず150のビーカーの方でもう少し試してみる。試してみて、やっぱりちょっとこれはまずそうだと思ったらやめる。やめたら、まあそれ以降は、まあとりあえずやっぱりあれかな、瞑想かな。瞑想に力を入れるっていうところですね。うん、瞑想に力を入れる。で、ちょっと煮詰まりやすいもんで、ゲームは、ちょっと時間を減らす。うん、かなり減らそうかな。で、瞑想の時間を増やす。瞑想もね、割と疲れちゃうんで、あんまり長くできなかったりするんだよね。そしたら音楽聴いてリラックスするしかないんだけど、音楽もね、ずっと聴いてると飽きちゃうんだよね。まあそうなったらちょっとゲームやるっていう感じだけど、まああんまりゲームも割とね、育成とかで手間暇かけなきゃいかんもんで、めんどくさいんだ。めんどくさいっていうか、まあぶっちゃけめんどくさいんで。うん。あれ楽しんでやればいいんだけど、結構ね、同じ場所を何回も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 やらなきゃいかんとか、同じことをね、何度も何度もやらなきゃいかんかったりするっていうの結構めんどくさい。で、時間も取られるし、神経も使う、うん。まあそういうのもある。でもね、ストーリーとか面白かったりするしね、学ぶことも得ることも割とあるからね、もったいないっちゃもったいないんだけどね。うん、なんだけど、ちょっと今日危機感覚えたんだよね、うん。この煮詰まった感じと、水を飲ん、おそらく水だね、水を飲んで、おかしくなったのかわかんないけど、おかしくなったっていうか、まあもともと、なんかあるんだろうな。嫌な感覚が出る理由っていうのがね。うん、まあそんな感じです。そしたらこれ飲んでいきます。カミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。では、動画のレンダリングが終わって、今アップロードを始めたとこですね。始めたとこ。うん、まあ、もうこんな時間だけど。うん。頭皮の状態、割といい。やっぱ朝に、オイルクレンジング。オイルの頭皮クレンジング。やるといいね。やっぱいい。うん、いい気がする。だから、まあ、一応ね、毎朝、まあ、今後は毎朝やっていこうかなと思ってる。今日やったのは、あれはオリーブオイルなんで、オリーブオイル結構いいんで、まあ、とりあえずオリーブオイルでやってみる。オリーブオイルがなくなったら、切れたら、米油もしくは、ナタネオイルですね。で、頭皮クレンジング。うん。やっぱね、オイルを使った頭皮クレンジング、やるとね、
やっぱいい、なんかね、良さそう、良さそうっていうか、うん、実感としていいなっていう実感があるっていうのかな。うん、まあこんなとこでしょう。うん、しばらくこれで毎朝続けてみて様子を見るって感じですね。調子良さそうだったら、まあおすすめできるし、調子良さそうっていうか、まあ回復していったらですね。うん、それは、まあ、実験の一環としてやっていく。そしたら、あと、残ってる泡は後で入れるんで、そしたら取っていきます。もう一杯作っていきます。ミニマートのミックス。250ですね。と、無調整豆乳を250。したらこれ飲んでいきます。もう一杯作っていきます。ファミリーマートのミックスを250ですね。もう割とお腹いっぱいなんだけど欲しい。特に今日はちょっと今日は欲しい。特に取りたい気分ですね。ちょっと危なかったんでね。危なかったんで、ちょっと物思いにふける時間が欲しいっていうところです。そしたら飲んでいきます。もう一杯取っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。キッコーマンの無調整豆乳を250。足りんか、足りるか。まあいいとこでしょう。まあこれ飲みながら動画のアップした動画の確認作業やっていきます。10日ミックス作っていきます。ファミリーマートのミックスフルーツですね。まあ昨日の動画の確認作業が終わった。昨日のが終わったですね。今日のが終わってないんだけど、もうちょっと今日は見れないから明日ですね。まあとりあえず水に味付けするのは100ミリぐらいに、まあ、味付けるっていう形でちょっとやってみて、でまあそれでもダメだったら、まあ、水はやめた方がいいかな、まあ、他の方向性を考えるけど、まあ、100ミリで味わうっていうことを、まあ、ある程度やれるようなら、まあ、その方面でも、ちょっと、まあ、実験してみようかなっていうところですね。どういうふうにやろうかなって、まあ、なんか瞑想が一番しっかりできる、なんかすごくいい感じにやれるっていうところが欲しい。そこを探すっていうのかな。苦行がしたいわけじゃないもんで、苦行は釈迦も違うって言ってるし、エイブラハムも違うって言ってるし、ラムさんも苦労は必要ないって言ってるから、だからそっちじゃないんだよね。だから思考の作り込みがうまくできるところを探す。一番こういうまあ摂取、飲み物をどのぐらいどういう感じで取ったら一番いいっていう、
それが欲しい、それを見つけるっていうところですね。そしたらこれ飲んでいきます。ラスト1杯作っていきます。もうあと15分ぐらいしかないけど、ファミリーマートのミックスを250と無調整豆乳を250ですね。なんとなくだけど、やっぱ今やるべきことは本読むことかな。なんか結局そこかいっていう感じだけど、本読んで瞑想、やっぱここかな。って気がする。そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前9時半ってところですね。ちょっと寝癖直してた、直してた速報です。これから体重測定やっていきます。増えてる。ウエストを測っていきます。正面と側面と背中で、腕の汗もこんな感じですね。これが椿オイル塗って、朝と夜ですね塗ってこの状態。まあ若干引いてるけど全然消えたってわけじゃないですね。なんかこっちも多少良くなってるけど、消えたわけではない、そんな感じです。68ですね。68センチ。血圧測っていきます。115-74 です。今日の結果報告です。今日は天気曇り時々雨でした。雨そんなにたくさんは降ってなかったですけど、となんか時々降ってた、パラパラっと降ってたって感じです。睡眠時間は4時間半、午前1時半から2時半までの1時間と、午前3時から5時半までの2時間半、あと午前7時半から8時半までの1時間で合わせて4時間半っていうところです。ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。もう随分行ってない。まだいつ行くか分かんないですね。どっかで踏ん切りついていくか、いや、流れにやっぱり乗るっていうところを最も重視したいんで、ワクワク感っていう、ワクワク感っていうか、行きたいっていう気持ちが湧いてきてからかな。ですね。で、飲んだもの。野菜ジュースが 400ml で、豆乳が 2600ml で、果物ジュースが 2500ml で、水が 1000ml で、合わせて 6500ml ですね。水が1000なんで実質5500っていうところです。で、それとは別にめんつゆ 20ml と、あとメープル 10g 取ってます。で、尿回数は19回ですね。濃さは完全無色から少し薄め。なんかね、一回だけちょっと黄色
黄色がついてる小便が出たっていうのかな。なんかほとんどは完全な無色なんだけど、無色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 って言って、一回だけなんかね、少し、やっぱ少しっていうか、そこそこ黄色、うん、少し薄いっていう感じ。そこそこ黄色が入った小便がね、一回出た。何なんだろう。わかんないけどね。あれっていうぐらいね。あれって黄色いじゃんっていう。一回出た。で、量の方は平均的な量から少し少なめっていう風で出てます。大便一回ありました。午後10時50分頃で色褐色、太バナナ状20センチで粒に2粒。平均的な硬さで匂いはほぼなしってところです。なんかね、ほぼないって言っていいと思うんだけど、なんか、なんかちょっと、これは匂いかなっていうようなものがあった。まあでも、これ匂いありにはちょっとできないかな。ほぼなしていいかなっていう感じ。そのぐらいですね。そのぐらいの匂い。で、おならは日中なし。で、夜時々ありってところです。で、匂いはなしですね。おならもこれで匂いちょっと嗅い、まあ風を送って、まあ嗅いでみたんだけど、匂いはなかった。匂いはなし。うん。そうだ、今日はまあオレンジも取ってるし、あとはまあ野菜ジュースも取ってるんで、まあその辺が良かったのかもしれないですね。ミックスだけじゃないっていうか。ファミリーマートのミックスフルーツで割った糖化ミックスだけじゃなくて、他にオレンジで割ったものとか野菜ジュースも飲んでるんで、あとまあ水も取ってるんで、まあその辺が良かったのかもしれないですね。で、今日の気づき、今日の気づき、まあ今日もほぼほぼないんだけど、朝オリーブオイル、オリーブオイルで頭皮クレンジングをやった。うん、結果としてはね、いい。オリーブオイルの頭皮クレンジングはいい。おそらくオリーブオイルだけじゃないと思うけど、まあ米油もそんなに違いはなかったんで悪くないと思う。うん。悪くないと思うし、あとまあ、やってみないとわかんないけど、菜種オイルとか。うん。でも試してみようと思うし、あとごま油ですね。ごま油も試してみる。うん、で、一応オリーブオイルはやっぱりね、頭皮クレンジング結構いい。うん、結構いい。で、まあ、朝やって1日経ったんだけど、1日経つとね、やっぱりなんかちょっとじんわり違和感みたいなものが出てくる。出てくるね。多分でね、わかんないけど、毎朝やった方がどうも良さそうだって思った。うん、毎朝やらないとなんかこういうちょっと違和感が出てきて、まあ、炎症の初期の初期みたいな感じかな。炎症の初期の初期みたいな感覚が出るもんで。うん、これま、こういうのが出てきたらちょっと注意っていうのかな。うん、まあ、危険信号っていうのかな。だからやっぱり毎朝やった方が良さそうだ。頭皮クレンジングですね。で、まあ、オイルを使った頭皮クレンジングを試してみるってとこです。まあ、普通に、まあ、石鹸で洗うだけじゃなくて、まあ、オイルで使ってみてどうなるのかなっていうのを、まあ、実験としてやっていく。毎朝ですね。毎朝やってみたらどうなるのかっていう。それで、戻っていったら、おいいじゃんって話。で、ネットで調べると、オイルクレンジングは、頭皮のオイルクレンジングは、2週間に一遍、もしくは1週間に一遍でしたね。早くても1週間に一遍っていう説明のところはあった。で、毎朝やるっていう話はね、まあ、私の調べた限りでは出てこなかったっていうか。出てきたのは2週間に1回か1週間に1回ですね。うん、で、まあ、とりあえず私は実験、として毎朝オイルクレンジングで台所にあるオイルを使う、台所にあるオイル、うん、特別に割と高いお金出して買ったものじゃなくて、うん、台所にあるやつを使う。でも椿油もまあ台所にはないもんで、あれもまあよっぽど効果が高きゃ別だけど、まあ、オイルクレンジング、頭皮のオイルクレンジングで試した感じでは、そう別に、他のオリーブとか米油とそう変わんなかったもんで、ね、うん、まあ別に使う必要ないかなって思う。椿油に関しては、まあ体に塗る方面で、ちょっと、まあ有効性があるかなとは思った。
けど、まあ、結論から言うと、あの、菜種オイルとね、そう違わない。ここを見ると、まあ、割と引いてるんだわ。割と引いてる。割と引いてるから、やっぱ椿油はね、あの、肌の状態を良くする、よく、あの、改善させる効果はある。間違いないですね。これは間違いない。こっちはね、こっちもちょっとは出てるんだけど、割と引いた。割と引いたもんで。ただ、まあ、あの、菜種オイルと割と近いっていうのかな、その引き具合が、治り具合が。菜種オイルもね、治ってたもんで、菜種オイルとね、治り具合が割と近かった。割と近いなと思った。ただ、あの、厳密にその数値化できないもんで、その、菜種オイルで始めた時のこの、ここの状態と、あの、椿オイルで始めた時のここの状態っていうのと、まあ、あの、一日経った時のその治り具合っていうのかな。治り具合っていうのは、数値化できない。うん、菜種オイルで始めた時の状態から治った時の状態までの具合と、あの、椿オイルで始めた時から治ってきた時の具合。これはね、数値化できないんだわ。あの、全く同じ状況で、あの、始める、同時に始めるっていうことができないもんで。うん、菜種オイルで始めた時の具合と、椿オイルで始めた時の具合っていうのが全く同じではないもんで、数値ができないんだけど、一応まあやってみた感じとしては、割と両方近い。両方似てる。若干椿オイルの方が効果が高いかもしれないなっていう気持ちがないわけではないっていう、まあそのぐらいですね。うん、だけど、あの、ランニングコストから言って、まあ圧倒的に、あの、菜種オイルの方がいいもんで、もう比較するまでもないっていうかな。うん、あ、菜種オイル、あ、どん、まあ、あの、まあ、スーパーでも買えるしね。あの大きさでいくらだったかな？でもそんなに高くないもんで。うん、だけど、あの、椿オイルは100ミリか。うん、かな？ 100、まあ、100で、あの、1700円ぐらいかな？ 1700 円ぐらいだったかな？そのぐらいするもんで、うん、そう、あ、まあ、菜種オイルの方が絶対安い。安くするもんで。で、効果から言ったらそんなに違いはなかった。うん、そんなに大きな違いはない。まあ、つけた時、肌につけた時の感覚っていうけどね、あの、椿オイルはね、瓶から出る量が少ないもんで、あの、薄く塗れるんだよね。で、菜種オイルはね、あの、やっぱ割とトポトポって出ちゃうもんで、そう、うん。なので、あの、まあ、かなり伸ばさなきゃいけないっていうのもある。だからね、瓶を入れ替える。あの、菜種オイルのやつを空にしちゃって、で、あそこに、あの、あ、じゃオリーブオイルじゃねえわ、あの、椿オイルのあの100ミリの瓶を空にしちゃって、で、そこに菜種オイルを入れて使う。そうすると、ちょこっとずつ、一滴一滴ずつ出るもんで、で、それで、まあ、よく伸ばすっていう形。これが一番いいかな。一番いいかもしれない。菜種オイルは椿オイルに近いぐらいの、あの、肌の改善効果があって、で、それでいてランニングコストが非常に安い。で、スーパーで買える。匂いも椿オイルよりも少ない。まあ、あれ、あの、ナチュメイドってやつしかやってないから、他のやつだとどうかわかんないけど、あの、ナチュメイドってやつは椿オイルよりも匂いが少ないもんで、だから体に塗るにはいい、すごくいい。うん、あれが一番いいかな、うん。肌の改善効果もあって値段も安くて手軽に手に入って匂いも少ないっていう、うん。一番いいかもしれない。菜種オイル、日清キャノーラ油、ナチュメイドですね。あれが今のところ、まあちょっと、まあ試してみた感じとしては今のところ一番ベストかな、あれが。体に塗るというか、あの、まあ、体に塗る目的に関してだけどね。あと、ヘッドスパ、あの、頭皮クレンジングに対しては、ちょっとやってみないとわからない。試して、まだ試してないもんで。なんかね、なんか喋りにくいんだよな。もっとペラペラペラって喋れるはずなんだけどね。なんか喋りにくい。うん。で、うん、そんな感じですね。で、明日の朝、
明日の朝の、まあ、動画の中で朝あのシャワー浴びる前ですね、シャワー浴びる前にごま油でヘッドスパやってみる、頭皮クレンジングやってみる、うん、オイルの頭皮クレンジング、ごま油ですね、で試してみる、どんな感じなのか見てみる。ごま油は体には塗れないけど、もしかしたらあのオイルクレンジングとして有効かもしれない。ただあれ値段がちょっと高いかな、うん、そのナタネオイルとかに比べるとランニングコストがちょっとかかるかな、うん、って思うけどね。それでもそれ以上 の高い価値があれば、うん、それはそれでいいもんで、もう試してみるってところです。で、一応まあ今日は水500の中にめんつゆストレートで20ミリ入れたっていうのをやった、あとメープルを10グラム入れたっていうのをやってます。で、まあ、めんつゆ20グラムに関しては正直薄いストレートなんでね、まあ濃縮還元だ、濃縮のタイプ、濃縮5倍とかそういうやつだったらいいかもしれないけど、あのストレートで20ミリだとちょっと薄かったですね。で、メープルも10グラム割といい。割といいけど、もうちょっと味あってもいいかなと思う。まあ、20ぐらい入れてもいいかもしれないかな。うん、まあ、10でもね、割かし良かった。味は一応感じられるっていうのかな、メープルの味。ただ、今日ね、例の嫌な感覚が出た。おぞましいって言っていいくらい。うん、倒れかけた時の嫌な感覚ですね。で果物ジュースで絶食してた時にも何度か感じたやつ、あれが出てきた、あれおそらくあれは魂がそっちじゃないって言ってるっていうのかな、そういうタイプのもので原因なんだろうかなんだろうって、まあ、考えてて、おそらくっていうか、まあ、ほぼほぼ間違いないと思うんだけど、水だね。なので水が飲めない体になってきたっていうのかな、水だけで飲むっていうのか、うん、水を、まあ、受け付けないっていうか魂がそっちじゃないって言ってるから、まあ、魂が、まあ、あまり水はいらないよって言ってるのかな、まあ、そんな感じですね。で、あの嫌な感覚が出るってことは、水はあんまり取らない方がいいよってことだもんで、そうすると塩断食はできない、できない塩断食やったら、まあ、自殺行為かな、今の私にとっては。で、まあ、今後どうしようかな。で、その深い瞑想をとにかくしたい。深い瞑想ができる状態に持っていきたい。まあ、ここが、まあ、第一っていうか、まあ、これが一番今やりたいことだもんで。深い瞑想に持っていって、そこで、サイキックの思考の作り込みを、もう深いレベルで行うっていうのかな。それをやりたい。で、今の状態で、トーヤミックス、トーカミックス、あの量ガンガン飲んでると、深い状態に入らないんだよね、うん、ただまあ心はね、今心の回復を図るという面では、あの量とあれが一番いいっていうのかな、あれが必要っていうのかな、今は必要っていうのかな、うん、なんだけど、まあやっぱりその思考の作り込みがやや緩慢だもんで、そこをもっと良くしたいっていうふうに思ってる、うん、良くするためにはもっと絞った方がいい、うん、量を絞った方がいい。で、量を絞るのにどうしようかなって思ってて、そういう、だから塩断食。あれが、まあ、絞るのにいいかなと思ったもんで。だけど、まあ、水を取るっていうことによって、その魂がそっちじゃないっていうふうに言うもんで、言うっていうか、嫌な感覚が出てきたもんで、じゃあそっちじゃないんだろうなって思う。じゃあどうしようかなっていうふうに思って。で、まあ、可能性としては、水の量でね、量。量、あるいは水自体がダメかっていう、どっちかなんだけど、量の場合、今500度を2回取ってて、1000だよね、1000。1000取るもんでダメ。もっと量減らしたらいいのかな、うん、って思った。で、まあ、150のビーカーがあるもんで、あれに100ミリ入れて、で、そこに、メープルとか、めんつゆとかを足す。あと割と濃いものができる。濃い、まあ、めんつゆの味のする水、もしくはめんつゆの味のするメープルとか、うん、あとまあ砂糖も買ったし、うん、砂糖も買ったし、あとまあ蜂蜜か、蜂蜜も買ったもんで、そういうのもつけて、割と濃い味のものが100ミリで、うん、100ミリの濃い味付けされた水が出来上がる。100ミリだったら、で、まあ、まあ一応5回飲んだとしても500だから、うん、これでね、割と減らせるかなっていう気もする。ただ砂糖に関してあんまり濃いの取ると、その精神的にバランス崩す可能性があるっていうのかな。
やってみないと分かんないけどね。砂糖はね、砂糖はちょっとね、だからメープルももしかしたら良くないかもしれないんだけど、まあもうちょっとやってみないと分かんない。昨日、今日か、今日若干ね、メープル飲んだ後若干精神の不安定さが出たっていうのかな、イライラしやすい感じが出たもんで、メープル良くないかもしれないね。なので、甘いものが欲しいっていう場合は、やっぱ糖化ミックスで消化した方がいいかもしれない。砂糖とか、まあ、蜂蜜はやってみないと分かんないけど、砂糖でも、砂糖は、砂糖キビの、まだミネラルかな、なんか含まれてるっぽかったもんで、完全な白砂糖ではないもんで、白砂糖はね、まずい。まずいんだわ。だから、まあ、その面で、ちょっと使えるかもしれないから、試してみる。まあ、実験してみるってとこですけどね。やってみないと分かんない。黒砂糖だとまああらかたいいかなと思ったけど、まあ黒砂糖味がねあんまり美味しくないんだわ多分で砂糖きびと買ったんだけど、あれをちょっと試してみる、で、まあ、精神にちょっとあんまり良くない感じがあったとか、あとまあ嫌な感覚が出たとか、そういうのがあったらまあ中止っていうかやめるけど、一応まあ、買ったもんで、ため実験という形で、まあ、使ってみるのはしようと思う。まあ、今後そういう形ですね。明日からまあ、そういう風にやっていこうと思う。100ミリ、ビーカー100ミリに、メープルとか、めんつゆとか入れて、で、飲むっていうのを追加でやってみる。そういう、それがまあ、よかったら、まあ、だんだんと糖やミックスと糖化ミックスの量を、まあ、減らしていく。それによって絞った絶食っていうのができるように。まあしていくっていうのかな。まあできるようになっていくと思うもんで、うまくいけばね。まあその辺ちょっと試してみる。それがどうしてもそれもダメだったら、あとはもう運動かな。運動することによって、まあ摂取量を減らすっていうかな。絞った絶食に持っていくっていうのかな。運動で。まあその方面でちょっと試してみるとかね。今んとこそんな感じかな。あとはまあひたすら思考の作り込みで、まあ長男としえさんのように今もなっているっていうところに集中することによって、自然とまあ飲み物が減っていくっていうのかな。そういうところに持っていくと。やっぱジタバタするといけないっていうふうに言ってるもんで、で、ああいう水に、味付けした水を飲むっていうことも一つのジタバタする行為に入るかもしれない。っていうか入りそうだよね。あと運動することによって、まあそういうその摂取量を減らしていくっていうのも、まあジタバタする行為に入るかもしれない。これも入りそうなんだよね。ってなるとやっぱりその思考の作り込みによって変えていくっていうのがやっぱり一番ベストかなと、まあ見てるとあんま何もしてないようにしか見えないけどね。思考の作り込みって、単純にリラックスしてるようにしか見えないもんで、まあそんな感じかな。とりあえず、そんなとこだね。ゲームやりすぎな気がするもんで、まあゲームの量はちょっと減らして、本を読む量を増やす。で、瞑想する時間を増やしていきたいっていうところですね。まあ今日の気づきはそんなところです。計測時間は午前9時半でした。体重の方は 59.55 キロで、プラス 0.15 キロの増加。まあそんな変わってないけど、若干増えたってところです。BMI は 18.8 で 0.1 の増加です。体脂肪率は 11.6% でプラス 0.9% の増加。まあ 1% 近く増えてる。まあ、体脂肪率はもういいや。説明してもしょうがないっていう感じなんで。で、血圧は 115-74 で、まあ、昨日と同じぐらいですね。昨日が 115-75 だったんで、まあ昨日と変わらないっていうところです。ウエスト68センチで変化なしっていうところですね。まあでも、どうだろうな。一応、なんかね、今すごくいい感じになってる。これだよ、これっていうのが欲しい。欲しい。それが欲しい。そこにとにかく持っていきたいというところですね。なとこです。絶食172日目完了です。それではまた明日。